皆さんこんにちはレッグ専任講師の秋元由里です今回は年末年始の過ごし方についてお話をしていきますねはい、えー、そろそろですね えー、年末が、ね、近づいて、まあ、この1年も終わろうとしております。はいえー、生講義の方はですね、えーまあ、9ヶ月特集コースについては、えっと、12月の25日に終わります。えー、そ,れその後は、ね、しばらく生講義はお休みということになります。はいえー、で結構長い、ね、お休みになりますのであの皆さんですね、えーまあ、もしかしたら「やったー休みだ、ね、どこ行こう!」って。 もしかしかたら思っているかもしれないただねえー、ここでねどこ行こうっていうふうに思っちゃった人はこれはですね反省した方がいいですよ、ねえー。それはちょっと勉強から心が離れてる証拠です。ねえー、そういうことでは来年のね本試験の合格は相当ね難しいってなっちゃいますよ。やっぱりですね休みが近づいてきたならば、まあ、気持ち的にはやったこれで集中して勉強できるっていうふうに思えなきゃだめなんですよ。なので、ねえー、お休みを ねえーまあ、フルにこう楽しんで、ね、どっか出かけようと思ってる方はちょっとですね反省していただいて、ね、勉強の方に切り替えてくださいね、はいまあ。とにかくこの年末年始というのは勉強のチャンスです。ねえー、ちゃんとここでしっかりやっていくことによって、ねえーまあ、年明けてから、まあ、これね、あのー、本試験がその年ってなっていくわけですから、ねえー、もう切り替えをしてですね、えーまあ、今年モード。 本試験は今年モードっていう形でねまあ年末年始がしっかり勉強できてるとスムーズにね、えー、ギアチェンジできていくんですけど、えー、年末年始のところでちょっとサボっちゃったとか、ね、いっぱい飲みに行っちゃったとか、ね、いっぱいテレビ見ちゃったとかだらだらしちゃったご飯いっぱい食べ過ぎちゃったっていうふうになってくるとですね、えー、まあだらけ 気分が残ってしまって、なかなかね、あの、切り替えできなくなります。ので、年末年始はしっかり勉強をするということを心がけてくださいね。はい、えー。さてさて、年末年始の過ごし方なんですけれども、えー、まずはですね、心がけてもらいたいのが、なるべく人混みには行かないってことです。 あのー、今インフルエンザも流行ってきてますからね、まあ、相当流行しているようなのであんまり人混みに行ってインフルエンザを移してしまうつされてしまいますと、えー、体調をですね、えーまあ、崩してリズムも崩れます。はいえー、ということでせっかく今までねやってきたことが、ねえーまあ、水縄になったりもしますのでなるべく人混みには行かずおう、ねえー、まで、あ、もしくは自習室で勉強しましょう。ねまあ、特に初詣、ね、<laughs> 初詣に行って まあ、だいたいた混んでますよその中でですね受かりますようになんて、ね、お願いしてえでもそこでえインフルエンザ移されてってなってしまったら本当も,とこも元も子もないですから、まあ、とにかくね、えー、人,人混みには行かずおとなしく、ね、勉強するこ、ね、今年はそれが大切ですよであとは飲む機会も増えると思います、ね、あんまり飲みすぎない、ねえー、お酒飲みすぎると、ね、リズム崩れ,崩れます はい、あとは寒いので体が冷えますからね体が冷えるとほんといいことないんですよ、えー、冷えは万病のもとといいましてですね、えー、血行が悪くなると、ねえー、頭痛、肩こり、ねえーまあ、体の不調につながっていきます病気することも増えてきますのでねちゃんと体温めるってことが大事なので、えー、お風呂に、ね、ゆっくり浸かるようにしてください。 ねえーまあ、あんまり時間がないという方は5分だけでも、ねえー、お風呂に浸かることが大切ですよ。えー、でなるべくこうじっくりですね、えー、温めてもらいたいじゃあその間ね長い時間何してるの勉強できます、ね、あのお風呂中でも勉強ってできますからね、えーまあ、濡れないようにあの今、ね、あの濡れないようにスマホケースみたいなのもありますから袋の中にねスマホ入れて頂い,いてチャックして、ね、持ち込むっていうこともできるので、えーまあ、なんとかねお風呂の中でも勉強するように工夫してくださいね。 はい、もうとにかくね1分1秒大切にして、ね、どんな瞬間でも勉強するということを心がけてください、はい、ではどういう内容を勉強するかなんですが、まああのー、今まで、ねえー、勉強した科目としては、まあ、初学者の方の場合にはね、えー、民法と不動産登記法あとは憲法ってあると思うんですけど、えー、憲法については 年末年始の期間ではまあ私はやらなくていいというふうに思ってます。ね、長い休みといえど結構あっという間に過ぎてしまうので、えーまあ、やはりこの期間は民法法と不当法の復習に当ててほしいんですよ、はいえー、特に不当法ですね、えーまあ、最近はやっていた方多いんじゃないかと思うんですけどその何ていうこと民法がだいぶ忘れてると、ねえー、そんな可能性高いですよね、えー。なので年末年始はちゃんと民法を思い出す期間。 というふうにね位置づけてください。えー、で、思い出す作業ね、えー、これはどうやるかっていうとテキストを読み込むっていうのはあんまりお勧めしてません。ね、えー、テキストの読み込みって結構時間がかかるし、えー、実はですね、字面ばっかり追ってて中身頭に入ってないってこともよくあるんですよ。えー、時間がねそんなにあるわけじゃないので、もうアウトプット重視でいきましょう。ね、ど,どんどん問題演習してください。ね、えー、語学ゾーンとか。 えーまあ、9ヶ月復習コースの方については私ね合格、えー、ゾーンを指定してますでその指定をしたものをまず解き切るということ、えー、で余裕があれば足臭です足臭の方を購入していただいて民法については、ねえー、過去問でいっぱい出てるものから潰してく、ねえー、過去問で、まあ、番号ついてますけどね3回以上出たものをまずやっつける、ねえー、でそれが一回し終わりましてで次二回しぐらいやりましょうか。ねえー、二回しやっ あと全部ふた回しです回しやったら今度は2回出てるものっていう形で3回以上出てるものからまず最初にふた回しして次が一回あごめんなさいね2回出てるものそれをふた回ししてと、ね、そういった形で民法の復習をねやっていきましょうであとはですね身分法身分法がねあの講義の期間も短かったので、えーまあ、だいぶねこううーんと。 穴がいろんなところ開いてると思うのでそこのところをですね押さえていくっていうねそういう作業をしましょうあとは卓一到達度チェックテストこれをやってみるとかあとは横断整理講座横断整理講座、えー、私がね解説してるものありますのでそれを聞いてみるとかね まあ、そういった形で、えー、民法の総復習をやっていきましょうねこんなにいっぱい民法のね復習できる期間ってこの先なかなか取れないですよ、ねえー、なのでちゃんと年末年始の期間を使って民法をね総復習ですで次不当法不当法についてもちゃんとね、えー、勉強してくださいね、えー、かなりのスピードで進みましたので、えー、不動産特記法もねうろ覚えになってると思います、はいえー、で合格ゾーンの方 総論編が、ね、だいいぶ残ってると思います、ねえー、チャンスなので総論編ねこれをゾーンですねしっかり解いていくってことをやっていきましょうね。はい、であとは書式の練習ねおろそかになってる人もまあまあいるんじゃないかなと思います。で今まで書式の練習なかなか手をつけられなかったって方はちゃんと書式ねひな型書く練習してくださいね。はいえー、あとは、えー、とベースアップ講座ベースアップ講座のねえー、書式の答練っていうのがありますよね。あれを ま解いてもらったり、あとは解説講義聞いてもらったり、あと,と、卓一到達度チェックテストもありますし、9ヶ月復習コースの場合は横断整理講座もあります。ね、不動産登記法もちゃんとやってください。ね <laughs>、はいえー、年が明けたら会社法・消灯法に入ってきます。会社法・消灯法に入ると、本当にね細かい知識いっぱい出てきます、ね。頭の中パンクしそうになります。えー、その中でね民法不当法の復習が、 がっちりででできるかかかかというとなかなか難しいんすすよで、えー、ですから本当に年末年始の期間が、えー、民法不当法の総復習の大チャンスになりますので、ねえー、まあ年末年始は周りがみんなちょっと浮かれているっていう部分があるのでね、えー、まあなかなかその中で集中するっていうのは難しいのかもしれませんが心を鬼にして ねえー、誘惑はなるべく断ち切り、えー、勉強に、ねえーまあ、専念できるようにしていただきたいなと思いますただ全く休みがないっていうのもきついのでね、まあ、例えばですよ31日だけは休むとか、ね、1, 日だけ1月1日だけは休むみたいにねまあ一日ぐらいはお休み設けてもいいかなと思いますただちゃんと切り替えてですね、えー、さっさとお正月の気分は切り替えて、ね、勉強モードにしてくださいね。 はい、まあそんな感じでですね年末年始ですね、えー、過ごしていただければと思います。えー、それではですね勉強頑張ってくださいね。ご清聴ありがとうございました。